にある新温州と与山派の寺院1407年、関係法院によって解散された。解散当初は、薬王寺という名称であった。その後、河野大合戦の陛下で荒廃した。1538年の河野大合戦の終結後、直ちに、源の陣が中高したが、源の陣の死後はまた荒廃してしまった。寛永年間、 近くの金出人の僧が再度中起こした。その際に、伊デ寺に解消した。もともとは、江戸川のすぐ近くに位置していたが、1915年に、現在地に移転した。源の鎮工事3年は、新言州の僧。源の鎮25歳の時に、高野山に入山したが、1521年に、高野山で大化があり、その復興肝心のために、源の鎮は、 全国アンギャすることになった。アンギャの途上、山中において、かっけで動けなくなったところを村人に助けられ、エビス天蔵と蕎麦粉の寄進を受けた。源の賃は蕎麦を食べながら、エビス天に21日間礼拝したところ、身体が回復したという。アンギャ再開後は、各地の農民に蕎麦の栽培を進め、商人にも蕎麦の流通を進めた。後に、 源の鎮は当時に定住することになるが、この故事により蕎麦寺と呼ばれるようになり、蕎麦県の信仰を集めるようになった。柴又七福神の恵比寿像もこれに由来する。当時に安置している地蔵菩薩像、蕎麦地蔵村は、源の鎮を模したものとされており、今も、なお蕎麦店関係者が参拝に訪れるという、戦前から昭和40年代までは、 そば店が結成したエビス港が盛んで、正月や縁日には、そばが無料で振る舞われたという。ありがとうございます。